6月27日、令和7年秋に南伊勢町と志摩市で共同開催される第44回全国豊かな海づくり大会に向けて、南伊勢町の子どもたちがマダイを放流しました。これは大会に向け機運を高めようと、三重県内各地の沿岸や河川で稚魚などをリレー形式で放流するものです。第4回目となるこの日、南東西小学校、南東東小学校の4年生が水産学級の授業に合わせて参加し、三重県尾鷲栽培漁業センターで孵化し、種苗センターで育てられた体長約8センチのマダイの稚魚約5000匹を放流しました。全国豊かな海づくり大会は、資源保護などを通して水産業の発展を図ろうと毎年全国各地で開かれているもので、天皇皇后両陛下がご臨席されている四大行幸啓の一つとなっています。またこの日はリレー放流に合わせて、児童たちに地元の水産業についても学んでもらおうと、ヒレに印をつけたカサゴやヒラメの稚魚も放流しました。全国豊かな海づくり大会は、来年秋に南伊勢町と志摩市を会場に開かれ、南伊勢町では海上パレードと稚魚の放流が、志摩市では大会式典が開催され、大会までに県内各地でリレー放流が行われる予定です。取れたから良かったと思います。大きく育ってほしいなと思いながら、怖かったけど、綺麗に言ってました。元気で明るい魚に育ってほしいです。令和7年秋に開催される全国豊かな海づくり大会に向けて、県内各地でリレー形式的に魚の放流を行っています。今日も南伊勢町の小学生の皆様に放流を頑張って行っていただきました。海づくり大会に向けて県内で盛り上げていけるように頑張っていきます。